こんにちは、ネモです。パワープルアプリやっていきます。今回は、トラッキー入りで天才戦争行きましょう！ドエ、闇の、アスネ、ニサニ、オクタビア、トラッキーと。で、今回は、なんと初期センスで天才届け、ということで、超ガチ育成行きます。アスネからですね、もうとにかくまずアスネの評価を高めて、告白引き出して、心石ゲットと。いうのと、トラッキーの評価を上げるのが、まずは大事ですね。びっくりしょ。びっくりしょ。まずびっくりしょ。4人。みんなびっくりしょ。びっくりしないと始まらない。で、もう、天才センスになるの確定してるので、ちょこちょこと能力を上げながら進めばいいと思います。いいやつ早めに欲しいな。これどこのポイントが一番、まあ、スタミナでいいか。わあ、うめえな。よかったー。ほぼほぼグキの流れかなと思いました。逃げ玉。ラッキー。OK! で、星か。まあ、1個だったら割と、アクセサリーチャンスもあるし、しっかりと精神見てから。よし。いやー、こいつはマジなんとかしてえな。アスネからかな、まあ、トラッキーもありだと思うけどな。いや、騙されてはいけない。アスネから行こう。いや、怖っ。深くてばっかりやからな。ここは体力で大丈夫ですと。ただびっくり出ない感じになっちゃってますね、今。びっくり今1だもんな、この段階で。トラッキー行く？いや、アスネから行こう。やっぱアスネを最優先で行こう。うん、びっくり出たらそっちも行きたいでしたね。ダイナマイト入りました。アクセサリーでかいね。結構これは自由が生まれたな。あと、ツルハシ行っちゃいますか。これは割と自由の時間が生まれたな。おほーい、マジかー。オクタは頑張るしかないね。で、闇野も走りました。オクタはもう、なんとかするしかないでしょ、これで。っていう感じなんだけど、僕的には。そうですね。逃げ玉は取る。あ、どうえか。どういう別に1個でいいんだよな。そう、どうや別に1でいいんですよね。で、アクセサリー屋がもう不足になっちゃってると。トラッキー行くと一応発動するが、びっくりどうせ不面かな。頼むぜ。ブルンブルン。ナイス。ありがとう。マジでありがとう。まあ、マジか。大丈夫か、こいつ。すごい勝負いくやん。闇のか。まあ、行ってもいいか。
丸石作りましょう。宝石が一個も作れてねえわ。いやーもう一歩だな。メンタルいっとくか。うん、結構難しい感じになっちゃってますね。いやー怖いやつも。丸石も作ったしね。ここはマジで成功してくれ。てか、同盟のいいやつが来ないから、まあ、それが問題なんですよね、結局。うわぁ、失敗したか。アスネは行くやろ、丸石入れれば。うん、丸石入れましょう。っていうか、イベント起きろ、アスネの。オクタビアはもう仕事終了してる。これで行ってない？アスネ行きました、トラッキーがまだ。ああ、いるね。石状況が良くないな。それ以外はまあ、まあ、旧大点でいいでしょう。うわー、いいね、ナイス。ということで、アクセアはさいならしようと。回復しねえんだよな、トラッキーって。回復はしないんだよ。アスネが頑張んないと。俺回復に回すか。よし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 。テンポが欲しいなと。アスネちゃんとテンポが欲しいな僕。二歳。綺麗脱三し両方まだですね。あとはもう宝石が重くそ枯渇しましたと。石が、いやー宝石は死ぬほど欲しいな、これは。なあ、違う。うん、購買もこれ数いってますね。で、これは走らせていいでしょ、さすがに。スタッ、スタッ。よし、ナイス。きれ。よしよし。あー、だから違うって。頼むぜマジで。もうダイナマイトもトラッキーも購買分も全部ほぼほぼ来ている。メンタル言ってもいいけど、ちょっと丸石の数は増やしといてもいいんですよね。今メンタル言っとくか。
で、虹谷も終わりました。マジ、明日ね、早よせえ。そう、これ増やしといてもいい、別に増やしとくか。ダブルタックも弱くないですしね、別に。で、40ここから重なるわけですからね。おーい、もう明日ねしかイベントないぞ。回復にしとくか、じゃあ念のためね。うん、どういきましょう。重い玉、逃げ玉取ってると。ちょっとアス姉さん、アス姉さん、よー、間に合った、ギリギリ。セックさんから爆破できるんなら悪くない。伸びと順応と、うん、どうしようかな。結構難しいんですよね。伸びが絶対取れるんだったら、やっぱり、順応とか、対抗心に行きたいところではあるが、まあ、伸び取っとくか、一応。同絵はいらんな、別に。まあ、ここが掘れるっていうのと、同意のコツが取れるっていうのは非常にでかいですけどね。コツ5だな。で、デートか。デートだよね。技術メダル。デートにしましょう。この状況だと結構まだ早すぎるかもしれません、仕掛けていくのが。正直黄色がなさすぎる。ちょっとマジでびっくりして、アスネ立ち早く、アスネ、わあいいね。しかもおあつらい向きにアスネやな。縛りがもうアスネしかもらえないんだよ。ここも行っちゃうか。で、縛りをアスネから引っ張りますっていうのと、もうツルハシ系行っていいんじゃないのかな。黄色の石をもうちょい集めた方がいいか。それからだな、これからやな、ダイナマイトは。いやー、なんか攻めた方がいいのかな、わかんねえや。で、トラッキーと両方もらえるのと、僕多分勝ち運潰してないと思うんですよ、まだ。うん、多分潰してないと思うんだよな。ああ、ダブルと。ただこれ別にいらんな。ああ、まあそんなの言ってもって感じなんですよね、正直。ここ増やしとくか。で、ツルハシを立てて休んで5。はい、うんうん、まあまあここまでは大丈夫だな。あと闇野がそろそろ来てもおかしくない。トラッキー用に、オクタビア、まあスタミナもう足りそうやな、正直。ふと、あー、いや、早すぎる。同意にコツもらうのが最優先かっていう話と、これ一応いけたと。まあ、潰してもいいけど。
うん、同へ行きますか。で、購買部これで立てられますね。さすがに B あるから行くやろ。ナイス、それはナイス。同へどうしようかな。僕同へ失敗したのって前のサクセスだよな。すげえ不安なんだけど。で、40いったんで購買部全部いけますね。ここはオクタビアだな、どう考えても。あとはこれやっぱ闘魂勝負か。どう考えても勝負だよな。うん、ダイナマイトももう数揃えられましたと。イジタニでリスク取る必要ないか。いやー、丸石は潰せないと思うんだよな。デートにしましょうか。ダイナマイトはレベ2にしたいですね。トラッキーでもよかったか、ここ。OK、全然悪くない。ああ、まあ、よかった、デート言っといて、結果的にはね。うん、強いね。まあ、これに釣られていくのか、虹谷で前に進めて、まあ、ちょっと、貯蔵庫、怪しいもんな、今。死ぬほど。亀石作った方がいいかもな。うん、まあそんないらないとは思うんですけど、すごい面足に切り替えた方がいいかもしれないですね。マジでなさすぎるわ。うん、すごい面足かな。ここがなきゃ正直話なんないしな。うん、あとはまあダイナマイト待つ感じですかね。で、闘魂勝負しよう。これ最大値闇のが一番安牌ではあるけどな。すごい鶴橋の維持を考えると、まあ闇の行っても壊したいんだよな。そこ変化は強いですけどね。相当これ行こう。うん、縛りもいけましたね。頼む、変化ドカンさせてくれ。亀石足んねえのか。そうか、なるほど。いや、強い強い強い。デートするか、うんぬんするかな。トラッキーはまた、いつでもいいか。まだデート残ってますしね。そう、こうなるとまあしんどいんですよね、やっぱり。よし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 。
やっと一発目か。黄色をダブルタックで取るのか、まあ、筋力あるんだよね、絶対。丸石ですね。伸び、縛りか。うん、コア変化、ドカンしていきます。ちょっとやる気も早く戻したいか。オクタビアで拾うのか、まあ正直3作れてれば。上石の方がどっちかというと作りたい感はあるので、ここはトラッキー行きましょう。まだなんだな。うん、少量か。もう潤沢ではないのかも。って考えるとデート行った方がいいか。うん、休息とどっかで潰していく感じか。やっていいでしょう、さすがに。うん、技術取りましょうか。いや、これも関係ないわ。っていう話と、亀石をぶっ壊して取ると、うん、コントロール球速変化、まあ、この辺が潰せるといいですね。ないが、なんとも言えんな。うん、ちょっと変化量はまだ全然少ないですね。頼む、我に力を。我に力とダイナマイトを。よしよしよし、こう、いやー、強。強。500ぐらい入っとな。いや、一発踏んどきたい感はありますけどね。ただこれ、急速なくなる可能性あるんで。ここは変化いきます。ラッキー。精神踏んどいてもいいな。デートも順調ですしね。精神行きましょうか。勝負やろう。まあ失敗したらその時はその時や。今んとこまあそんなに変化も、まあまだまだですしね。オクター拾っとく？か、デート行くか。12、あんまり掘りたくないっていうのと、まあちょっとまだ潤沢なんでさっさと掘った方がいいっていう気持ちと。おっしゃー、ナイス、闘魂通した。いやー、もったいな。
これはさすがにこっちですね。投稿も通せましたね、なんとか。まあ、いらんか、今。まあ、悪かないけど、やっぱ変化はもっと伸ばさないと勝負になんないっすね。うん、金徳は全部通せて、今7000点前ぐらいですと。うん、バランス的には悪くないね。ここが伸ばしたいな、できたら。明日ね、終わらせましょう。マジで変化来ないときついな。あー、そうですね。スタミナイン踏んでもいいけどね。強いしさ。ギアチェンジ。変。そうか、結構いろいろ足らないんだな、今。亀石が足らない。うん、精神も入るし、トラッキーいきます。評価的にもまあ、これで大体は、いったんじゃないでしょうか。変化メタルで使った方がいいかもしれないですね。休息は枯渇。筋力足りる？これ。なんか動員のところもすぐ枯渇しそうやな。変化メタル作りますか、真剣に。で、まあここで不屈の魂、打たれ強さ。いやー、こんか。筋力作った方がいいかもな。うん、悪かないって感じですね。まあ変化優先なんだろうな。変化量これだけですしね、今。確かに筋力、まあ足りてるか。6月の1周。おっと、変化量も枯渇。じゃあもうコントロールと、うわ、強。さすがに強いわ。じゃあもうダイナマイト来ねえな、これ多分。持ってても仕方ない感ありますね。ちょっと新しい感じの立ち回りにはなるな。さすがにこれ持っててももう枯渇するし、しょうがない感あるな。いらんわ、もう。技術メダル、まあ、おにぎりかな。ちょうついで。まず丸石作ると、絶対。これは絶対だ。で、購買部をどうするか。鶴橋ももうこれもはやいる？あ、いらんな。
で、後々ここ作ればいいかっていう感じで頭にいいかな。で、黄色は18あれば足りるので、なんか作っていいですね。変化メダル、もう2つくらいいくか。まあ、まずこれ踏むんですけど、これ行ってもいいかもな。トラッキー一回踏まなきゃいけなくなりますが、いやーそれはちょっとリスク高えな。技術メダル欲しいっすね。どうせ今1しか作れないからとりあえずここで。よーしよく通したそれ。それは偉いマジで。強っ。はいやはい勢いよ。うん、虹谷か。22。あと15。技術メダル2つ作ると結構おかしなことになるのか。うん、したら変化球作ります？で、デートで休む感じかな。それがここで60。まあ、西谷も入れて筋力と入るし。60か。いや、60大きいな。60はどう考えても大きいやろ。デート。紙石のやつを作るんだったらデートしなきゃいけない、正直。まあ、筋力。まあ、バランス考えるか、休めるしね。まあ、ここは普通に休んでよき。行く？てか購買部潰していいんじゃない？これでいいんじゃない？足んなくなった。なるほど。精神でいいよね。精神じゃダメな理由ある？ないね。枯渇し続けている。おわ、120うまい。スタミナで120か。いいですね。で、星を作んなきゃいけないと。10。あと4ターン。まあ、筋力はどっちでもいいか。うん、まあスタミナでしょうね。がいいよな。スタミナいきましょう。ここでチクチク120集めよう。さすがに3球種ぐらいはいけない？いけるな。いけましょうか。まあそんなにタックがハマってないので経験点自体は跳ねてないと思います。ただまあ、なんとか欲しいですね。いろいろ。エースになって欲しいな。3球種マックス生きればエースになれるな、多分。
発だけは凄まじい具合でいきましたね。ありがとう。スタミナとか変化とか光ってほしいんだけど、光んねえな、なかなか。まあ筋力120か、でか。地味にマジでかいんだけど、うん、まあおにぎりやるところをにじったにかでいいですね。変化すげえかすぎるわ。丸石もしかしたらもう一個ぐらい作れたかもしれないですね。ちょっとここで負けれねえから頼むわ。最終回を迎えました。トップバッターは K 第9ストライク、いきなり156キロ。第2球投げました。闇のはそうか、回復取んない方がいいのか。なんかトラッキーだから大丈夫大丈夫と思ってましたけど、足りてないっすね。臨床点回復とか選びすぎたか、さすがに。結局牽制とか云々とかを全部取りたいので、あれで変わってくるんですよね、地味にね。うわーこれ生きて、ここで具切るとだいぶ変わる。安牌でこれ80入るしね。ここ200だからな。まあまずは何を置いてもこの辺から。うん、460だし大丈夫やろ。856、うん、まあ精神でいいか。このダブルダックでも二度と来ないだろうな。勝負か。よし、偉い。偉すぎる。よく通したわ。これはさすがに無理っす。さすがに無理っす。さすがに休みます。変化量もいい感じと。ピンチャンにするか、こっからは。根性を取る。まあ、リリース取るか。ポイントバランスはまあいい方だと思います。ネクストバッターサークルには斧が投げた。見送ってストライク。これで追い込みました。
弁償点がただただ足りねえな。右バッターボックスは4番小野田。緊迫した場面が続きます。初球はストライク、まずは決めてきました。第2球、直球見送ってストライク、簡単に2ストライク。クイックまでは取れないだろうな。そう考えるとまあうまいっすね、やっぱ32だもんな。さあ先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー2塁という場面で初球引っ張った、ライト下がった、ヒット、ボールは中継、マントル先制1対0。さあツーアウトランナー2塁という場面で岡野、最初のバッターボックスは内野、打ちました、初球打ち取りました、これで3アウト。さあゼロ更新で頼む。さあ追加点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー1塁3塁という場面、黒エージャー入んねえかホームラン。全然矢部くんの方が入りそうな雰囲気ある。スン打った当たりはレフトバックしていった、レフト後方ワンバウンド、マントルこの回3点目。ノーアウトランナー2塁となりまして、宮川第1打席はレフトフライに倒れ、初球打ち、ライト下がった、ライト後方ワンバウンド、マントルさらに1点追加、5対0。さあノーアウトランナー、いやでもあの変化タック勝負いって勝ったの大きかったんじゃないでしょうか。ちょっとわかんないけど、もういいよ。ピッチャー西方第9、初球バント、ピッチャーの左へ転がした、トーンベースカバーで、金徳も本当に交差点のものを全部揃えたので、トーンベースカバー、まあ不屈は正直直取りでも何とでもなる精神は待ってますと。で筋力も最後はスネー技術と一緒に入れてくれるので、とにかく今は変化ポイント集めになるとは思います。で4球種目はまあいけたらいいけど、多分覚えるポイントがないと思うんですよね。伸ばすポイントがあっても1から2とかはできても、多分0、1はかなりしんどい形にはなるのかなというイメージはありますね。うん、やっぱ丸石をもう一個ぐらい作れるとな、違うな。丸石マジで死ぬほど余るんでね、ああいう感じで。いやエース更新したい、これは本当に。投げました、初球決まってストライク、いきなり160キロ、2球目ストライク、1球1球に魂を込めて投げ込みます。マウンド上は西方、160キロ直球、空振り三振、4連変化、濃い変化、マジか、やるやん。いやこれ同エスタミナもありなんだけど、絶対変化だと思うんだよな。いや技術は確かに取られる。つっても53でしょ。いや変化だと思うんだけどな。変化じゃないのこれ。まあ来ない可能性すらあるしな、むしろ。どっちかなら間違いないですね。ただこれマジでいる？精神。あ、まあいるかもしんないな。まあ、シングルタックか。どれでいいかな、じゃあ。うん、どれにしよう。おほほ、やるやないか、マジで。もういいでし
さすがに次来た時にもね、もういいでしょって感じです。技術。マントに先制のチャンスです。ノーアウトランナー二塁という場面でボールです。危ない球。第2球投げた。引っ張った。ヒット。ライト前ヒットになった。二塁ランナーホームイン。マントル。あとはしっかり勝つだけです。二塁という場面で五分。投げた。マシンで捉えた。破った。レフトバックホーム。五分。ヒットを放ちました。マントル。なおもチャンスが続いています。なんか弾道的にパーキついてんのかな。なんかボブリンがいてもずっと4番ですもんね。ドラゴンズ第9投げた初球を打った 1,2 塁間ライナーでマントルさらに1点追加。第9ランナースタート。お前はチャンスでもついてんのか。エンドラン 1,2 塁マントルさらに1点追加4対0。第9投げた初球から打ってった。力強いわこの7番。もう嫌だ。5対0。ワンアウトランナー2塁という場面で野次に投げました。これは当たってくれません。ストライク。第2球。撤収作業いきます。バントしました。三塁送球。ナイス。タッチアウト。送ることが。略後同点回で迎える2回です。ツーアウトランナー。ゼロ風で。今変化が747か。正直少ないですね。多くはないですね。エピローグでトラッキーで100。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。ここは送りバント。これはピッチャー正面に転がる。アウト。で試合で100、まあ、200入るとして1は上げれるな。でも思うとやっぱ変化量だったかもなとはいう感じですね。略後追う展開で迎える5回です。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で若い。今日はサードゴロとレフトフライ。二球目ストライク。投げました。見逃し三振。内角低めいっぱいに決まった。まあ言ってて6000発ぐらいかこれだと。内角低めいっぱいストライク。まずは入れてきました。第二球。アウトコース低めいっぱいストライク。さあツーストライク追い込んだ。やっぱり結局完投の999を2回3回ぐらいは引かないとなかなか厳しいもんがあるかもしれませんね。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で板垣。投球これから2球目。第3球を160キロ直球。空振り三振。さあダメ押しのチャンスを迎えました。お、三振すれば OK。始まり方2ストライクから渡してくんなっていう感じですね。さあ、いよいよ最終回。さあ行きましょう。技術もちょっとなんか足りてない感じかな、慢性的に。まあその闇の方が技術ボーナーない形になってるので、そこも改善ができたらいいですね。オッケー。思い切っていこう。ホームラン打たれても5対1だ。さあ最終戦ですね。できれば変化練習固まれ。みんなを取りに行く。まあアスネがなんかくれる。まあいいか、経験点に目がくらんどこう。んでこれで OK と。418か。まあ終わってからか。でいいですかね。まあ6ぐらい、7は乗ってないやろうな。マント先制のピンチを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面で米山。第2球打った。うわーやばい。ヒットになります。米山ヒットを放ちました。マントルなおもピンチが続きます。投げました。アウトコース低めいっぱいストライク。
いきなり160キロ。第3球は三振。うん、やっぱ天才センスといえど流れですね、やはり。第9、初球空振り。変化量だな。投げました、打った。怖っ。1万4000点ぐらい？あ、負けてる。出て3000ぐらいかもな。ちょっと悪いことしてないから頼む。逆転して。マント追加点のピンチです。ノーアウトランナー2塁という場面で大内。第1打席はファーストフライに倒れています。見送ってストライク。これで追い込みました。第3球をアウトコース低め。ピッチャーを三振取りたい。ナイス。ここはマジ三振いる。まあ、金徳の査定は高いもん揃えたんで、それに救われる可能性はありますね。うわマジか。おお、勝った。終わったかと思ったから勝ちましたね。で、先発にしましょう。まあ多分3人のうちの1人には入ったんじゃないのかな。うん、1万3000点台ですね。で、どれくらい取れるのか。ここまではいいでしょう。と変化は。これやるとほぼ取れなくなりそうか。じゃあ、ムービングじゃないか。うん、取れるコツの量全然変わってますからね、今。ジャイロボール。結局ここなんだよ。うん、まあもう一個ぐらい行きたいな。いや、技術ですね。対左も取れてないのか。そしたら打球反応とした方がいいかな。あと1個ぐらい欲しいですよね、なんか。なんかいけんか。粘ってるんだけど。無理か。こんなもんか。逆境。と代打取れたら終わりか。取れない。はい、貧瘍問題ね。まあいいでしょ、これで。
まあ11段か。うん、どうだろう。中継ぎでもよかったか。うん、やはり6っていう感じですね。で、まあもうちょっといけたと思います。とにかく変化量と技術、まあポイントが全然足んなかったっすね。が、一応ここには入れましたと。よかった。はい。という感じですねと。で、まあやっぱり結局最後詰まるところ変化球がまあ最も大事になってくるかなというところです。そうですね。あとはまあ諸々のこの辺の特能ですよね。エースとかを見ると。まあ絶対余ってくるんですよ。コントロールの技術、精神、筋力。あ、余ってる状態にはなるので、まあ天才センスも大事なんですけど、というよりは、まあしっかりとこう、どれくらい、なんでしょう、そのポイントが出るかっていう方が、まあ大事なのかなというのが改めて分かったなというところです。で、まああと、もうちょっとで、PG4 ランクですか。まではいけるので、またラオとかが入ってきた時が、トラッキーの普通のね、千丸で育成して、前に進めたらいいのかなという感じです。ふぅ。でもやっぱり天才センスは楽しいですね。こうなんかワクワクした気持ちとか、ありながらっていうところと、まあ、今回はその変化球メダルの使い方とかがかなり良かったかなと思います。あれなかったらもう全然6すら乗らなかったと思うので、まあ、その辺は皆さんにぜひ参考にいただければいいかなという感じでした。あとはもう本当ダイナマイト。ダイナマイトの引きですね。ここを、もうちょっと改善できればかなり面白いのかなという感じでした。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価お待ちしております。また Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますのでフォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。